来ました。おっと、今日は野田さんにご報告があってまた来ました。先日10日に、野田さんの地元の役員台、船橋の役員台で、脱原発のデモがありました。で、私はやっぱり地元の有権者の一人としてやっぱり行かなきゃなっていうところで、行ってきたんですけれども、先日ね、ここで、野田さんに率直に申し上げた千葉4区の有権者としてとっても恥ずかしいっていうその気持ち、そのまんまこうしてプラカードにして、役員台から奈良市の北奈良市のという順番で2時間半も練り歩いてきたんですけれども、本当にあの住宅街を縫うように歩いてきたんですけれども、役員台の駅前で、集合場所が駅前だったんですけれども、中学生ぐらいのね男の子たちが通りすがりに俺も原発には反対だって言いながら通り過ぎていきました。野田さんの地元の男の子たちですよ。私それにね、あの小学生ぐらいの男の子もね、私たちが話しているそばにまで来て黙って話を聞いていました。で、昨夜娘からこんなこと言われたんです。少子化のことについて小学校の時から先生から、君たちが将来大人になった時は年金はね4人で1人で、4人で1人を支えなくてはならないんだよとか、消費税率が、また、さらに上がるんだよとか、そういうことを聞かされながら耳にタコができるぐらい言われ続けてき、ているんだよって、そういうことを言っていました。今の子どもたちは子どもの頃からそんな不安を背負わされて育ってるんです。原発をそんな中で、野田さん、あなたは再稼働させようとしてますけれども、子どもたちの立場、気持ちちゃんと考えて、そうですね、真摯に耳を傾けてね、考えて、行動していきたい、言ってください、お願いします。で、あの役員台のデモの時の話に戻るんですけれども、少年野球の子どもたちもいっぱいいて、その子どもたちからやっぱり声援なんかもありましたね。奈良市の台の団地の中練り歩いたんですけれども、そこではねやっぱりお母さんたち汚染されているんじゃないかって 思いながら買い物をしたりする気持ち、私も分かりますよ、そんなようなことを言いながら歩きました。そしたら窓にね、ベランダに出てきて、奈良市の台の団地のお母さんたち手振ってくれましたよね。やっぱり皆さん本当に原発のことや将来のことや子どもたちのことね、消費税上げたりとか TPP とかそういう話もありましたけれども、そういうことに関して本当に不安でたまらない、そういう気持ちで皆さん生活しています。そのあたりちゃんと分かっていただきたいんですね。で、やっぱり野田さんの地元の船橋でこういうデモがあるっていうことは非常に、意味のあることだったと私は思ってます。私は一人でも船橋で続けていきたいと思ってますので、野田さんちゃんとよく覚えておいてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。絶対反対、再稼働反対。